クメン。さあ。今日は子どもタウンで開かれた SDGs のイベントを紹介します。こちらは架空の町、小学生が町の住民になったという想定で社会の仕組みを学ぶんだ。あ、来ます。展示ブロックを作っていますね。この日のイベントのテーマの一つが、目の不自由な人が安心して暮らせる町。今回はオンラインで開催され、リモートで参加した小学生に運営スタッフの高校生から課題が与えられました。じゃあ早速なんやけど、今からミッションをしてもらいます。はい。展示ブロックからなんかちょっとこれダメなんじゃないかっていうのをちょっと見つけて、それを直してほしいよ。ダメなとこがあったらじゃあ言ってください。はい。このゴミ箱みたいなのがいけません。展示ブロックの上に置かれていた障害物、小学生の指摘で撤去されました。今後街を歩いたりしよって、目が見えにくい人とか視覚障害者の方だけじゃなくて、なんか困ってそうな人がおったら助けてあげてほしいし。 OK？ はい。楽しみながら街づくりの課題を学ぶことができますね。展示ブロックの必要とする人が歩いていたらちょっと注意しながら生活していきたいです。みんなが平等に暮らせる世界が大切だと思うからです。全ての人が安心して暮らせる街へ、未来を担う子どもたちと一緒に作っていきたいですね。